するしない？どうも、日向彩子です。今回のゲストは小林ゴープロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、魔女の匠、ルールはこのようになっています。トン2曲開始です。さあ、ゴーさん親番です。開けてください、皆さん、はい。さあ、ドラはハック、トン2曲、ゴーさん親番なんですけど、こう、親と子でっていう意見あるじゃないですか。これがリャンハンナぐらいですかね。違いはそこぐらいですか。違いはね、みんな親大好きすぎるんですよ。世の中。親ってそんな得じゃないですね。親番1曲あたり何千点も得するわけじゃなくて、実は統計取ると、親ってせめて、せいぜい、平均500点とかそんなもんなんですね。親番1曲あたりの収支。だから、次曲、連チャンすれば次曲500点得するよっていうよりは、この曲の収支を最大にするように言った方がいいですね。うん。だから、子だったらリーチする手は親でも大体リーチですね。なるほど。実際今回のこの手どうですか？この手は、チュンのみかダブトンのみのどっちかですね。重ねて。ええ。ないって。ひょっとするとリーのみかもしれないね。なるほど。こういう時のこの役配って重ならない時どれくらいまで持つんですか？いや、まあ、他がこう伸びるまでは。1級の孤立配を先に切ってその後はチュントンっていく感じですかね。なるほど。じゃあ第一から。リャンピンとか引いたら、うん、なんか。リャンピンでも残しそうな気がしますね。そのリャンピン残してチュントンっていきそうな気がします。チュンはね、今回ドラ票ですから、はい、さらに少ない。では、積もってください。お願いします。これ、ペーとキューピンどっち切るかで、うん、僕はなんとなくキューピンから行くんですが、うん、ペーでもいいような気がします。この手。この手、パーピン引いてチュン切っちゃうよりも別にパーピンもいらないんでチュントンを残すっていう意識もあるんで、僕はもうこの手にペンちゃんがなくてもいいやと思うので、キューピンから、はい、うん、から、なるほど。さあ、そしてペイが出た。ただパーピンを引いたら今度は6、7、8の単品3色とかもあるかもしれないんで、パーピンは残しそうですね。そう考えるとやっぱりキューピンも残しててもよかったかなという気がしないでもないです。なるほど。あ、6、これは普通にペイからいきますね。うんうんうん、まだ自敗は孤立。はい、こういう時にチュンからこの単品系が見える時、うん、チュンから行く人もいるんですよね。あ、でもキューピンから切るの好きですけど、うん、でこのペイとチュンの基準も、うんうん、重なってもどうせトンしないしと、うん、これはパスはチーしないですね。よかったね、はい、でただ、うん、まあ、ポンしないにしてもピンフのいい判がつくかどうかはあんまり関係ないと思ってるんですよね、うんうん、どうせやめになったらリーチするだろうし、あとピンフって実は歩が安くなるのでいい判の価値はあんまりないんです。確かに、ペー頭のリーチピンフもチュン頭のリーチのみも実はそれほど、イーハンほどの違いはなくて、それよりもチュンポンできたりするメリットが大きいので、僕は、ピンフ系が見えても、チュンペーでペーから行くことはほとんどないですね。役配の方を大事にするんですね。はい、パーソは泣きません。ゴーさん泣かないんだな。はい、あ、ウーピンを残したいですね。そうですね。ここで選択だ。これはさっき散々言ったチュン切りますけども、まだクイタンに行くほどの手ではないというか、なんか単品系になればなんか面前でも仕上がりそうだし、うんうん、まあ、トン重なったらまた考えますけど、まあ、まだ面前かなという気はします。さあ、 G1 が3巡目に切られました。手出し、だからこの手で考えてるのは3層チーしようかどうしようかなですね。どうですか、今実際出たら、うん、今のパーセンテージは、うん、やや泣かないよりですね。あ、泣かないよりなんですね。6割ぐらい泣かない、ええ、
というのはこの、まあ、泣いてもいいんですけど、上がるだけだったら泣いた方がいいと思うんですね、うんうん、今この手から4面ツ1ジャントを作れるのと、まあ、4面ツ1ジャントと訳語1つ作るのと、例えばこれが完成してですね、うん、この手で3面ツ1ジャントと1訳作るの、うんうん、3面ツ1ジャントの方が簡単じゃないですか。確かにでしかもこの換算層みたいな急所がなくなっている。だから上がるだけだったら3層泣いた方がいいと思うんですが、ちょっと守備力と面前でいった場合の打点といろいろ考えて泣かなくてもいいかなと、うんうん、あ、郷さんの思考は基本的に本当にこう数学と後のこの分かりやすい数値で差が出るんですね。このここさえなくなって3面ツ1ジャントっていう考え方ですね。なるほど。ただその後どうせ有効牌を積もることを考えると面前で言っといた方が、うんうん、この手ならば伸びもあるかな、うん、変化たくさんありますもんね、はい、ああそのバランスなんですね、うん、でついさっき出たパーソーを泣いて、うん、こうなって、うん、こっから3面ツ1ジャントは結構厳しいんですよ。役、ね、も上がりやすさもあまりないのでパーソーは泣かないですね、うん、まあ、3層に関しては残った3面ツ1ジャントが作りやすいので泣いてもいいよというのです。わ、うん、かりやすい、はい、ね、泣きをね勉強されたい方には本当郷さんおすすめですね、うん、上がりに近づくものは泣くというそれだけです。わ、うん、分かっているんですけどね、なかなかできない人は。おただこれだと泣かなくて今度は面前の、うん、できそう、タイヤをピン筆リーチをかけることもできそうなので、うん、もうトンの重なりはいらないです。ここでダブトン見切った。泣く泣かないの基準として面前でいけば高くなるっていうのがあるんですね、うん、あのリーチとタイヤをとピンフとで5800から1万2000ぐらいまで見えるんで、うん、その時は多少上がり率を遅らせても泣かないことが多いと思います。なんか難しい。トイツが4つになりました。4つ、まあ、チートイツは一切気にしないんですが、うん、まあ、素直にウーピンを切るか孤立牌、うん、どこか両面決めるかですか。両層を切るかですね、うん、あのどこで、3面ツ1ジャントを作るかというと、ここで2つはちょっと厳しいんですよね、うん、ウパソー、うん、6677で縦引きか横か、うんうん、よりも、うん、こうやってここで一面ピン図で一面図できてこうするのが一番楽ですよね。あ、なんかこうやってこう、うん、一回何かこう覗いて考えるとすごい分かりやすいですね、これの方がいいですね、魅力的。ただその直前に三層を引くことに備えるのか、それともウッパースを先に引いたら素直にこの6677で2面図できるので、そうすると、まあ、僕は3層の受けだけ消して、うん、ウーピンの周りは残して乱層と言いますね。場にもねまだ3層は見えていませんでしたが、はい、ここはピン図を大事にした3層4枚よりは、うん、ウーピンの周り、4と6の8枚を重視してですね、うんうん、なるほど。でもその方が後さっき考えてもいいですね。はい、後継になりやすそうです。虎の白出てきましたね。今ね、手から出てきました。はい、手出しでした。こうなるとさっき9万のが手出しだったかどうか見てなかったんですけどこれもし手出しだった場合はこれは相当まずいですね。1万9万でメンツが足りて、なおかつもう4畳杯もなくなりましたと。ってことはってことはイーシャンテンぐらいの可能性はありますよね。じゃあ次の一手でリーチも来るかも。はい、今張ってる可能性っていうのもあります？はね、ほぼないと思うんですよね。それはこの順目の後継転敗、後継転敗だったらリーチに来ることが多いですし、うん、まあ役なし仮転とかかもしれないですけども、単品とかだったらリーチに来るというので、まあ転敗が入ってた場合は愚形の可能性が高いですか。無形で、そうですね、無形の可能性が高いですね。うーん、まあ、この順目でもう
タンヤオ三色のカンちゃん待ちとか入ってたらもうしょうがないですね。まあね、そうですね。でも1段目のこのドラってイーシャンテンぐらいで切られることが多いと思うんで、うん、まあ、そろそろ攻めてくるなっていうのが明確ですよね。え、それも踏まえて次どうしていきます？次はそろそろウッパーソーチーしてかわしに行こうかなっていう意識にはなりますね。ここで次の泣ける牌仕掛けていくかもってことですね、はい、ってなると、え、ポン系もあります？ただこれさえ泣けば上がりに劇的に近づくっていうところだけ泣きたいので、まずウッパーソーチーはしますよね。うんうん、二度受け。これローソーポンもね、結構ちょっと後の形4と7が、うんうん、あまり相手から出てきやすく、まあ、特に7が使いにくくなるんで、ローソーポンもありかもしれないですが、実際出た時にね、ただやっぱり4と7と3万の3統一のうち2つ完成させるのは厳しいんで、やっぱりウッパーソーチーだけですかね。おお、なるほど。あと、まあ、この9万が手出しだったら相当やばいって話しましたが、つも切りだったとしてもまあまあやばいかなと。ただメンツの数は足りてないかもしれないです。つも切りだった手出しだった場合はもう明らかにもうメンツの数まで足りてるイーシャンテンぐらい、うん、で、手出しとかつも切り全部見てなかった時はこうやって考えましょうみたいな、うん、手出しだったら本当やばいな、つも切りだったらそこそこやばいなぐらいな感覚です。でも大事ですね、体感でね、相手がイーシャンテンかどうか測るのはね、はい、ドラムや買い切ってくるはまあこのぐらいの順目だったら大体イーシャンテンか、うん、後継イーシャンテンかリャンシャンテンです。2段目の終わりぐらいに切ってくるとテンパイもしくは後継イーシャンテンっていう感じだと思いますね。すごい、これさ勉強になりますよ、はい、さあ実際次に何を持ってくるか無駄相撲、相撲切りました。さあ注目ですね、ここね、どうなる、ね、やっぱここが注目ですよね、うん、ハグがね、もうドラ切ってますから。お、手出しでリャンワンでした。これどう見えます？まあ基本リーチが来ることが多いと思ってるので、うん、リーチが来る前に危険牌処理したいなぐらいな感覚ではいますが、この手だと処理できないんで戦うことになるかなドラが来た、一枚切れ。これは安牌にもならないし、はい、今のうちなら通りそうなので切っちゃいます。おお、1人ね現物ですけど、あと2人がね、うん、切ってないドラですから、残りまだ2枚見えてない。もっともっと形十分なら残して、うん、残してもあるんですが、まだウーピンは先に切れないのでこれは切ります、うん、ただもしこの白がション牌だったらしぶしぶウーピン切ってたかもしれないですねその1枚差で渋々感が出るか出ないかなんですね、実際これ統一点にはいかないですね。こうドラマ使いたいみたいな欲張りスタイル、うわー、いかないですね。お、手出しパーピン、リーチは入りませんでした、うん、リーチ来るまではまだうん、うん、やっぱ高い手のダマ点って騒音入ってることは少ないので、リーチが来るまでにはい、まだリーチ来るなよと思いながらやってたんですね。お祈りしながら、はい、シャアは2枚切れ、はい、安全牌切ります。おお、ここもさっき統一手見ないっていう話になりましたが、うん、この手まず6、7、8あたりを引けば自然に統一手になるので、うん、まあ、ドラを残してまでは統一手は見ませんけども、うん、一応チートイツになるかもしれないですね。現状の牌で来るなら、はい、なおはつも切り、統一点を見るのと統一点に決めるのとではだいぶ違うんで、うん、まあ、白残すとかなり決めた感じになりますからね。確かに それよりは僕は、ウーソーが出ました。ファーソーが2枚、ウーソーが初めての牌ですね。これはチーしましょうか。おお、ね、お話にもありましたもんね。もうこっちは間もなくリーチに来るイーシャンテン、はい、でこっちはもうチュンチャン牌だらけのリャンシャンテンで、うん、しかもこれ、いい待ちもできなそう、一発を待ちにしない限り勝負にもならなそうなんで、ここはチーします。両面チー、はい、さあ仕掛けていきました。ないでイシャンテンですね。ここでもうピンズと、はい、さよならですね。ここで考えとくのは、うん、テンパイしたらどっちの待ちにするかですね。
イスワン待ちにするか、うん、ウパソが入った時にどっち待ちにするかですよね。ああ、E1 だとね、上がれないんですけど、両面にも両面にする選択もありますよね。ありかなと、はい、こういうのは、まあこれウパソもう一個泣いたとして、うん、こういくと、まあ単用確定とはいえ結構不安な天敗なんですよね。安全敗もなく、そうそう、うん、どっちにしろ悪い町の天敗なので、まあ間もなくリーチが来る、その白を切ってる人の現物がリャンワンっていうのを考えると、うんうん、あ確かに、まあこうしといた方が一応受け駒が一つはある、うんうんうん、でその町の枚数としては同じ4枚なので、まあこう切る手もありますよね、うん、もし次で天敗した時は今どっちって思ってます？ちょっと微妙なところですが、自分の都合でリャンマンを切りそうな気もするんですが、でもその思考もあるとだいぶね、選択できますもんね、幅が広がる、はい、だから肩上がりってすごく嫌いな人がいますけども、でも実際は同じ4枚待ちなので、その対応力とか守備力とか考えるとイスワンに受けるのも悪くはないと思ってます。上がりでダメなのは、同順に打たれてロンできないことと、E1 を積もっちゃったけど、数ワンのロン勝つのがなかったっていうケースですから、うんうん、あるある、結構その両方が起こることってないんですよね。一度 E1 積もっちゃった後でも数ワン積もるかもしれないし、うんうん、E1 打たれた別の順目に数ワン出るかもしれないし、うん、実はそんなに肩上がりって悪い街ではないと思ってるんで、はい、どっちがいいかなと思いながらやってます。うん、なるほど。この局面だと、まあ、情報も少なすぎるし、シャンポンにしそうな気はしますね。はい。さあ、では、ツモ番。ん？どうにかなるかも。これ難しい。ねえ、リャンゾー前に切った牌ですけど、戻ってきて、まだ3層は場に0、数層も場には見えていません。E1 がね、ワンズは1枚、リャンワンが1枚見えてますけど、まあまあ、やっぱりこのドラ切ってる人の現物がリャンワンっていうのが大事なので、うんうん、リャンワンとリャンソーどっちを残す価値があるかというと、うんうん、リャンワンを残しといた方が若干安全に戦えるので、なるほど、つもぎり。さあ、ここでリーチが入りました。手出し数層切り、ポン。お、さあ、ね、この数層すかさずポン、はい、これは1500の両面ですが、うん、まあ、リーボー付き2500の両面ですね早い、はい、計算が早い1000点足しただけですね。1000点足すの早い、はい、はい、で、現物の両は予定の、うん、リーチ宣言杯の数層を仕掛けてこちらも天敗を取りました。これさっき残してたのがリャンソーだったらね、ここでワンチャンスとはいえ、数層切りリーチに対してリャンソーを勝負しなきゃいけなくなるんで、うんうん、まあリャンワン残しておいてよかったなって感じですね。なるほど、現物切れましたね、はい、さあこれでリーチ対ツーフーロのゴーさん、もうね、ドラも2枚見えているこの曲、リャンソーは数層のワンチャンス。お、あ、今このリャンゾーに神ちゃん仕掛けましたね。カンリャンゾーでチーしてペイは安牌ですね。あー、これどうですか、どう見えます？リーチと親の二風呂に対して向かってきてるんで、うん、こっちもまあまあ整ってますよね、うん、ってなると、あのカンちゃんで天敗の可能性もありますか？ありますね、うん、でこれ捨て牌見ると、もう大きい数字しか切ってないんですよね。5から上しか切ってなくて、はい、1,2,3 の地位なので、まあ、本一ではなさそうなので、まあ、ちゃんたか 1,2,3 の3色かなっていう感じがしますね。見えてない役牌は？役牌はあとトンぐらいですか？トンも1枚切れなくて、まあ、トンあんこのケースはありますが、これはね、かなり3色っぽいですね。なるほど。でも大事なのはこれ3色っぽいけども、ドラも、まあ、3色ドラドラっていうケースがちょっとだけありますが、3色のみだったら1000点なので、うん、まあここは上がってくれても構わないなと。
おー、打点も含めて考えると、うん、まあいいかと。まあこの後のおしっぷりを見てちゃんと3色ドラドラかもしれないなと思ったらあら高い、ちょっと気にしますが、はい、まあここは3色で買わしてくれてもいいなと思いますね。うん、はい、わかりました。まあ両方に危ないですが3色って言ってましたもんね。まあ、これ先手に当たる分には構わないけど、うん、まあ、リーチには全く取ってないですが、うん、さっきも言った通り、2500の顔面です。大体勝負です。わかりやすい。行きました。通った。あ、運送が出ました。この曲、先に上がりを決めた。タンヤを。1500はリーチ棒がつくので、はい、2500、ね。早い計算が。でこのウーパーソーね、はい、パーソー切ってる人2人、うん、ウーソー切ってる人1人で、結構いい街だと思うんですね。見た目には3枚出てますけども、うん、積もっても使えない人が結構多いので、街としては悪くないと思います。実際先にいましたね。いやー、泣きの判断と、この受けの選択も含めて、さすがの思考でしたね。まあ、大体、あとよく考えると全部まっすぐ行ってただけですけど。いや、でも、はい、すごい、実際どうなってるか気になりますもんね。どうなってるでしょうね。開けても大丈夫ですか？はい、じゃあちょっとよかったら皆さん開けていただいて。ここは別に、役は全然高いとは限らないんで。プリテンの嫁んちゃん、なんとサブローキューピンパーピンでフリテンの4面ちゃん、高め3つ、高い。こっちはあもう3色のも泣いての関連は2枚切れのリアワンでしたね。あー、でもどっちもの現物で、あ、確かにそうですね、うん、泣き天敗でしたなるほど。とこの食い3色の人が強く押してきたらドラドラか2人の現物のリアワン待ちは結構あるところですね。対面は4統一でしたね。あ、でも的確でしたね。3色の、本当に読み通りでした。スースー浮かせてたのか。そうですね。手出しでしたもんね。この形のね。ニサシも見たイーシャンテンですね。悩んだんだ。イスーチーピンパーピンのリーチしなかった。そうそうそう、あ、なるほど。パーピンが2枚切れで。そう、2枚切れで取らなかったってことですね。なるほど。で、あとこの高め1つになったってことですね。まあ、くっつきのイーシャンテンにして振り点になるかもしれないくっつきのイーシャンテンって結構ありますね。いやー、なるほど。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで皆さん動画最後までご視聴いただきありがとうございました。トン3曲もぜひ見てください。